はい、どうも、ネアです。どうも、アンソニーでーす。なんで入ってて、いや、すいません、ちょっと出しゃばりましたね。出しゃばりました。はい、今日は、ねえ、アンちゃんが使っているコントロールミニアを紹介して、ね、はい、一応、新カードパック、ちょっと開封して、作りました、うんうん。なるほど。パッとね、一応イメージしてたものがあったんで、はい、それを一応作って、まあでも結構勝ててますね。なるほど。はい、今、ピサロとか、テンポゼシカとか多いんで、ね、コントロール系にはかなり強いイメージがあります、うん、はい、じゃあレシピいきましょう。こちらです。ドン、はい、はいはいはい、新カード多いですね。ローだったりシャイニング、うん、そして、愚者のタロットも入ってますね。入ってますし、タロットは結構ピン刺しが多いです。うん、そうだね。あとネルゲルが最後に入ってます、はい、やっぱフィニッシャーとしてネルゲルは優秀です。そうですね。ネルゲルゾーマーはとりあえず残しておいて、忍者のタロットで相手のネルゲルゾーマー、なるほど、一体盗んで、まあ結構ユニットが増えたんでね、今までのコントロールミニアよりも、うん、なんでジュリアンテも一応採用してます。なるほど、はい、プラス2が使いやすいっていうので。そうですね、はい、でももう本当に魔術師のタロットと運命の輪で、うん、ネルゲルなんて引いた暁にはもう勝ちなんで。なるほど。4コストのネルゲルが2枚ということになります。上振れを狙っていくでしょ。まあやっていきましょうよ。そうですね、はい、それではいきましょう。ガッ、メイゲームズ行きましょう。行きましょう。ククール相手と先行をムツデビーどうすか。ククールにムツデビーはいらない気もしますね。でもいらないですけど、まあ、でも2コスト2、3っていうステータスで普通に優秀なんで、ね、普通に出すって感じか。これ2枚返してもいい気しますけどね、はい、銀のタロットとシャイニングを探していきますか。お、うん、まあ、ククール相手にグシャは強いですね。どんだけ HP 上げられようが、回復されようが、いつだって可愛いね。可愛いっすね。まあ、これとこれでもう全処理できるっていう。ああ確かに。悪魔のタロット。まあ、でも多分並んでこないですよそんなに。まあそうですね。はい、ここはテンションですか。はい。とりあえず特技カードを揃えて、すべてに対応できるようにしておきたいですね。愚者のタロット可愛いな。これ何がどう見て、これ愚か者って言われたら可哀想じゃないですか、ね。このスライムちゃん。お、めっちゃ強い。来ましたね。でこれ銀のタロット。使って、はい、テンションスキルでドローと。テンションスキルも使っていくと。ここでデッキ圧縮殿をして、まあ別に7ターンまで俺ほったらかしてもいいと思うんですけどね。確かに、あ、いいっすね。まあ、別に強いのが来れば、状況来ればいいし。愚者のタロットのこれめっちゃツボるじゃないですか。だってかわいそうじゃないですか。これ愚か者って言われてるんですよ彼。かわいそうに。これあれ来そうっすね。でも返せるでしょ。うん、いや、あれが辛いなと思って。とりあえずムツデビー出すじゃないですか。そうっすね。ここはテンションムツですかね。ムツで相手どっちも使わないとしょうがないから、とりあえず出しでいいんじゃない。そうっすね。上でいいんじゃないですか。はい、かっこいいな。すげえ見た目でけえのに。いや、そうなんですよね。ニコヒス兄さんでこのかっこよさ出します。確かに。だってド派手すぎません。あれ見て、どんぐりベビーステータス一緒っすよ。これニコス兄さん。ごつすぎやろ。ニコス兄さん、ニコス兄さんがこの。これラスボスぐらいのあれありますから、うん。これめっちゃ美味しいじゃん。そうっすね。これだからあれっすね。トレントっすね。6ターン目でトレントが出るとマジでまずい気はします。これ取っときます？怖いんで。何を？どんぐりベビーだけ。風の導きでね。はい、うん、取ります。はい、風の導き、風の導き、まあこいつはいらないっす。はい、下に置きますと。はい、まあテンションシャイニングですか。そうですね、テンションとシャイニング出しましょう。はい、これ7ターン目に全処理は可能だよって感じですね。はい、多分これグール当たって回復してくるんだろうな。うん、まあ、正直トレントごと焼きたいんですけど、出てきてくれるかは分かんないですね。ああ、やばいっすよこれ。まあまあまあ、ここで4点か。さあ、うちのシャイニングが避けられるでしょうか。うちのシャイン、うちのシャイニングは避けましたね。1回でも当たったら負けっすよ。くそ、毒で毒で。あ、しかもキャタピーもいるから。キャタピーもいますね。まあまあまあ、シャイニング。まあ次
とりあえずぐしゃじゃがいも見えてるんで、ここテンション貯めて、その次天変地ですかね。そうだね、お化けは出さないと。お化け、あ、トマトですか。トマト出したくない。トマトで HP1 にしておきますか。一応ここ次トレント来たら一応12-18点くらいます。これ相手がトレントクール18点くらいだったらどうなるの。あと2点になります。来そうじゃね。となるとグールだけでも HP1 にしておきたい感はありますね、うん、それが体温たらとで回復しておくとか。いや、さすがにそれはないですね。なんで1にしておきますか。うん、でもジャガミジが刺さんないぐらいの。これ当たってきそうじゃねえグール。まあでも結局当たってきても変わんねえのか。うん、でトレントがいるかいないかっすね。確かに。結局いや、いたらマジやばい。いや、いたらやばいんで、もう本当に、うん、これ HP を1にします。はい、でターン終了。まあテンション使いたいけど、もう天変地異が見えてるんで。そうですね、はい。これ美味しく取れそうっすよ。うん、美味しくいただけそうっすね。そんなことしなくてもジャガメで取れそうな感じなんですけど、大丈夫ですかこれ。癒しの風ですかね。いや、癒しの風しないでしょ。デオイミとかじゃないの。あ、よかったね。どちらが上か。これじゃあもうジャガメ取りますか。愚者使う必要なくないですか。だからテンションスキル使って回復する。ああ、そういうことか。はい、テンションスキル使って回復されるんで。じゃあ綺麗に美味しくいただきますか。使うでしょ、さすがに。使いますね。4点と。それでも結構食らったな。8点、11点。まあミネアはここからなんでね、もうここから相手は何もできない状況に追い込みますよ。なるほど、はい。さあ、ここは新カードの愚者のタロット、はい、HP1 にしてジャガーメージと。確かに愚者からのジャガーメージは非常に刺さりますね。そうですね。バーン、これでボーン。申し訳ない。しかも次のターン天変地異まで見えてると。はい、これは強いよ。しかもタロットいっぱいあるんで。そうですね。できればインジャのタロットとかで、強いユニットを、うん、あれですね、欲しいですね。はい、まあ、ここで8ターン目にネイルゲルが来ても、私のターンです。塔のタロットで一発なんで、これ当たりからですね。はい、ここで当たって、はい、天変地異、天変地異と。はい、ここからもミネアタイムなんで、もうこれ相手降伏してきてもいい。スーパーミネアタイム突入。はい、さあ、もうここからも安心ですね。やっぱコントロールミラーは強いね。はい、まあ、正直コントロール相手だともう負ける気はしねえぜと。なるほどね。ピサロであろうとククルであろうと。お、ザオリブ来ましたね。何が言ってくるんだ。うん、スカラ。はい、まあ、これ次多分トレントいるんでしょうね。これ塔のタロットで取りましょう。怖いんでね、何してくるか分かんないんで。これでゾウもやられますから。はい、でワンドローして銀のタロットと。銀のタロットテンションで使っちゃっていいんですか。銀のタロットテンション2回打てますね、このターン。え、テンション1回でしょ。キラーグース運命の輪、運命の輪で。あ、そこそこそこ、もう一回打ってます。強いな。はい、ローがいるときに使いたいですね。確かにこれローがいるときに使う。ローと合わせたいですね、正直。そうですね、取っときますか。まあ、でもロー引けるか分かんないからな。15枚あと15分の1と考えれば、はい、下手なパチンコ台よりは確率が高いかなと。グースだけ出しとくっていうのもありですけどね。キラーグース出しとくのもありじゃないですか。そうですね、こいつだけ出して。あ、そこの右下っす。グランドクロス、グランドクロスを警戒で、はい、はい、まあ、あれです、ザラキーはこんなところに打たれたらラッキーなんで。まあそうですね、はい、相手かドローしないっすね。僕のキラーグースね、一回もドローさせたことないまだないんですよ。疲れてますね、はい、勝ってますね。こいつは結構いい子ちゃんですね。打ってきましたね、はい、これザラキー使わせれば、うん、割と安定して次何でも出せる。まあゾーマからテンションですね、うん、ゾーマテンションでいいでしょう。ゾーマテンションでいいでしょう。多分ザキがきついですけど、はい、きついと言ってもですから、うん、さあ頼むよ。
さっき引いてるかな。いや引いてて、まあ、アンルシアでもいいんです。いいからな。うん、頼んだぜ頼んだぜ。いやお前がやってんだよ。ベフマかーい。まあ、ドローに行きましたね。うん、こっちもやることないね。そうですね、もうあとはゾウまで殴るだけって感じです。何にしようかしら。正直。でもこれロー行きます。ここでやるべき。あ、いやこれ下っす、下っす、ここっすね。いやザラキ警戒だったらそこっす。いやでもグランドクロスはグランドクロス警戒だったらザラキ2枚ないっす。ない、絶対断言しましょう。はい、痛そう。いきますよ、いくぜロー、お前の力見せてやれ。はい、まず何が来るかな。火星を頼む。あー、おー強いぞ、ケザラマドラ。しかも占いで1の効果を発動するたびに、はい、回復と。さあ、運命の輪を使っていく。はい、運命の輪を使っていく。ぶっぱぶっぱ。手札を増やすのじゃ。どのパターンも見れますね、1回の動画で。素晴らしい、これは。次は何て言いましょう。うんどりゃーと2点ダメージ、はい、でそしてもう1体サンサンが出てくると、火星を頼む。ゆでテンションスキル、はい、テンションスキル打って頭おかしいなこれ。いや強いですね、コントロールミナー。まあ、はい、これも打っときますか。いや、風の導きと詳しく一緒にやった方がよくないですか。いや、風の導き引きそうっすね。いらねえ。だから風の導き一緒にやった方がよかったのに。でも相手手札、手札3枚以下になりそう。そう、てか次これどうしようもないでしょ、相手ゾウマにザラキ打ってまたローが。いや、ローだから。お強い強いけどね。僕ローの頑張りが全部吹き飛びました。必死に頑張ったのに、ローあんだけ長い間頑張ったのに、ひどいな。はい、もうあとはゾウまで。メラゴースト、そうっすね。もうこれメラゴーストからじゃない。ザラキをもし警戒するんだったらメラゴースト真ん中に置いて。ああなるほど、うん、一体でもずらすと。はい、でそうすることで悪魔一体がグランドクロス警戒になる、ね、グランドクロス警戒にもなる。まあもう指導見たんでこっちは打てますからね、悪魔。はい、まあこれでもうえ、ムツデビも出そうよ。そうですね。いや強いな、下水なもの笑い方がなんか。いや強い、ローが一番おもろかったですね。ローどんだけ出るんだって話だよね。はい、効果2周してテンション2周してんのやばいでしょ。あれで1体目ローだったらおもろかったっすね。おもろかった、ね、2人でずっとこう、ローからローが出るのやばいもんね。やばいですね。さあこれはもうどうしようもないでしょう。ベリアルでもザラキでも勝ちっすね。確かに、ベフマも1枚見てるんで、もう2枚来ることはないんで、ベフマ来ても勝ちですよね。だって7人14点20点でしょ、20点削れるでしょ、はい、そうそう、23点あります、23点あるでしょ。しかもこっち14点回復蓄えてますからね。強いな、はい、コントロールミラーはマジで、コントロールミラーはマジで負ける気がしないですね。そうですね、まあ、しかもインジャのダルトとかも控えてるんで、相手のゾーマネルゲルとかもう1枚コピーできるよ枠はあると。なるほど、アンルシア来ましたね。はい、まあ、かといってっていう感じですけど、これでも食らいなさい、これでも食らいなさい。いやロー面白いな、ロー面白いね。少なくなってきたし、さっさと終わらせるか。ゾーラル、結局トレント引けなかった感じですかね。いや手札で腐ってるんじゃない。あ確かに、うん、やっぱあのグシャジャガメもあるんで、てか AOE がまた増えたんですよね、これで。そう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 、7コスト耐えで打てる AOE が増えました。しかも全処理できるんですよ今回は。悪魔のタロットは4点ダメージなんですけど、はい勝ちました。強い強い、もう一度いこうか、もう一回いきましょうか。さあキサロット
見せて。運命が私を勝利へと導いてくれます。さあピシャロですね。はい、うん、シャイニング、いいよ。この銀のタロットじゃなくてシャイニングでも良くなったっていうのがやっぱ強いんですよ。そうですね、本当に。お、しかもキラーグースまで引いていく、はい、これは序盤強い動きができそう。そして忍者も引けると、忍者と塔があるんで相手の強キャラも一点も倒せる。なるほど、はい。まあ、でもあとやっぱ超ティッチューにしたいですね。そうですね、ティッチューにしたいから。もうでもこれ以上コントロール見ないとやっぱ超ティッチューにできるみたいな感じ増えないでしょうね。強すぎません、実際。もう運命の輪でも結構回ってる感あるんで。ここキラーグース出して、まあ僕のキラーグースは相手に引かせない効果を持ってるんで。ガチや確率とは僕のキラーグースはあの調教されてるんで。キラーグース強っ。強いですね。まあこれテンションスキルをカード1枚で止めちゃったんですけど。さあどうしようかな。こキラグースはもったいないかな。キラグース打ってテンションスキル使ってまたテンション貯める。忍としてはテンションから入っていいんじゃないですか。うん、そうっすね。とりあえず見ますか。まあ見ても何も、銀太郎来てもここはキラグースな気がしますけどね。どう思う。せっかくピサロナイトいないんで今のうちに出しておきたい感ありません。いやまあそうです、まあ、銀のタロット来たら銀のタロット投げるかですけど、はい、わかんないですけど。さあはいはい、引いてんじゃねえかよこいつはちょっと 33% でどうですね。はい、あと焼き鳥ですね。あとで焼き鳥にします。あとで焼き鳥にします。ひどいなはい、骸骨雲つきまっていく。骸骨雲強いな本当。はい、それでも 2-2 というのが強いな、こいつは。ね、優秀。ここどうしようかな。笑い袋マジ意外とうざったくないですか。いや、うざ。こういうの取ります。取らない、取らない。それでも虫、まあ AOE があるんでね。オーレンがね怖いんでね、取ってもいい気がするけど、うん、シャイニング出してテンション上げて取りとかでもいい気がする。そうするとオーレンの打ちどころに迷うんで。そうそう、とりあえずシャイニングテンションは確定ですかね。うん、一応前列の方が、そうですね、はい、裁きの炎が入ってくる環境なのかもしれないので、はい、でこれ多分ね、俺は取りますね。うん、取ったらオーレン打ってきそうですね。取ったらオーレンをどっちに打つか迷うじゃないですか。うん、取らなかったらオーレン 2-2 に打てばいいんですよ。相手を迷わせるんだったら取りなんかなって思っちゃうんですよね。そうですね、別に削る必要ないんでね、こっちは。うん、盤面を制圧してターンを稼ぐことが大事なんで。そうですよね、私のターン。手札はもう本当に増やしていきたい感じじゃないですか。はい、次のそのオーレンが処理しづらい。いやでもトムのタロットで HP1 にすればいいんじゃないですか。まあそうっすね、もったいない気もしますけど。あ、はぐめた。ここははぐめたで取り返せるんで。おっと、供物が2枚入っていく。やばいね、やばいですね。一応銀のタロット引いておきたい感ありますね。はい、早めに銀のタロット引かないとまずい。何にしようかしら。おお、これ強いんじゃないですか。だって確定でオーレン出されてもいきますからね。確かにこれ行っときますか。ますか、しかもちょうど3個出ます、はい、これ前列出したくね。いいんですよ、後ろでも。地獄の豪華はもう2枚前に並ぶから、地獄の豪華打たれたら2枚生き残るからラッキーじゃない。そうですね、いい、そこの方がいい。後ろ隠しておいていいと思います。はい、これは強いぞ。さあ火星を頼む、火星を頼む、火星を頼む。お、強い、強い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 。こいつが死んだら ローの効果発動しますからね。これでスキルいきましょう。はい、とりあえずこれ見ますね。こいつはフェイズ投げます。はい、銀のタロット見てめっちゃ強いです。そうですね。ああ、はい、はい、これまだだって占いシャイニングの効果使ってないから。そうですね、一回選択できるわけじゃないですか。うん、次ライノスキンが出ても、うん、塔のタロットで1にして殴れま す、ね、はい、ここは大丈夫そうですね。まあ、結局、まあ、ここはね、くそ、俺のローちゃんが、ローちゃんじゃねえロー様やこれどうしましょうか。もうハグメタル取りますか。ハグメタシャイニングで上から取っちゃっていいんじゃないですか。
後ろっすかね、全然これどうしようかな。やっぱ裁きの炎入ってましたね。裁きの炎入ってましたね、うん、あれは別にあれっすよね、どこにいてもっすよね。いやまあそうっすね。あそう、裁きの炎は4攻撃地獄の豪華っすね。そうそう、やっぱハグメタシャイニング取っていいと思いますけど、ね、後ろっすかね。ここ別気にしなくてもいい気もしますけど、うん、一応前列のが、あでも、うん、ネルゲルとか考えたら一応後ろを開けとった方がいいっていうのあるのか。あネルゲルのね。そうですね、ネルゲルの仁王立ちとかを考えておくと一応真ん中は開けておいた方がいいのかなっていう。なるほど、はい、この環境はね意識すべき一つかなと思います、うん、早く引かないともうすぐ相手は急コストになっちゃうよ。そうですね、銀のタロット。はい、来た、来ましたよ。三三出てくれれば悪魔のタロットでいけるんで、まあどっちでもいいんですけどね、どっちも取れるんですけど、三三の方が嬉しかったよっていう話です。どうしようかな、これ忍者で、いやこれ HP1 にしてメラゴで取っ、いやもったいねえか、これどうしましょう。太陽のタロットで3当たりの22で全員で当たって、悪魔残すんですね。44一応あれってことで、だって44は出ないから太陽で22ダメージは確定で選べるわけじゃないですか、うん、ライフもそこまでなんで、まあでも全員手札がなくなっちゃうけど、とりあえずテンションスキルが打てるんで、そうすると、はい、塔のタロット持ってきたらこのターン塔のタロット打てますし、それか忍者でコピーする、コピーして塔のタロットで 1P1 にして3人で当たってハグメタル取る。ああそれはありですね。欲しくないですかネルゲル。欲しいっす、欲しいっすね。ゾウマよりネルゲルの方が欲しい気がするんですけど、うん、ただ それやると次のターンゾウマ来たらどうするのっていう話。塔のタロットからのメラゴーストで取ります。塔のタロットでもだから選べなくないですか。何ですか。シャイニングの効果 なくなっちゃうから選べなくない。あそうっすね、しかもこのターンもできないですね。それこのターンシャイニングがあるから大丈夫なんですよ。シャイニングの効果がついてるから。いやでも1回なんでこの2枚左2枚使えないんですよ。そう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 、どうしようどうしようどうしよう。太陽2点で全員取りから、そうっすね、で3-1当たり、でとりあえず処理速攻でしてからテンション上げてテンションスキル打って、頼む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 、これ間に合わねえ。あでも別に、まあ別にあのテンション使えない分は、うん、まあまあまあ、クソ考えすぎた。いやそうだからその結局必中じゃないんで、そうですね、しかも1回気になんでね。そう、まあ、これ予言通り、そうゾウマ来ちゃうでしょ。そうですね、まあでもこれもう結構てか特技カード引いちゃってるんで、テンションスキルで引くカードがもう銀のタロット、あとは天変地ですね。そうですね、どうやってテンション打ちません。一回見ますね、うん、銀引いたら勝ち、おいしょー。でも結構確率高いですねこれ、うん、3分の1ぐらいのくるじゃないですか。銀のタロットはい打って、まあ太陽光の玉かな、それで光の玉でドローしたいんだったら運命のは使うんすけど、悪魔のタロットを見るんだったら、そうですね、次バババと展開されたら痛いんで、まあ、それテンション上げプラス1コストとメラゴスト取ってもいいかもしれないですね。うん、テンション上げの1にしメラゴストかね。ただまああとは忍者のタロット次打ちたいっていうのもあるんで、ここはターン返す、いやそれは痛いですね、うん、怖いね。はい、ここはもうテンション上げの1コストとメラゴーストですか、はい、まあ、それが一番丸いでしょうね。はい、塔のタロットなかなか読みづらい未来だ。はい、まあ、これであとはこれで次運命の輪と絡ませて忍者と塔も使えたりするんで、うん、まああと多分しかもあれじゃないですか、これ以上強いの持ってないんじゃないですか。そうですね、もうあとライノスキング出てくるくらいですかね、うん、正直ネルゲルかゾーマに忍者打ちたかったですけど、ちょっとあれですね、銀のタロットやっぱ引けないとっていうのありますね、うん、なんだかんだで。次悪魔打ちますか。運命悪魔でもいい気もしますけど、悪魔打ってくれって言ってますよ。これはこれでテンションスキルまで使ってくれたら、はい、これはもう悪魔のタロット打って次ターンゾーマですかね、顔面ひっくり返しですよ。いやコントロールミラーやっぱ強いですね、あれだけ強いと言われてるピサロも。確かに、さあ、はい、やりましょう、行きましょう。はい、でテンション上げてターンエンド、悪魔のタロット、まあこの 4-4 処理するために相手指導を放ってきたら、そうですね、どうする。まあゾウマ返していいんじゃないですか。ゾウマで返せばいいか、はい、
さあ、やっぱ一戦一戦が長いんでね。長いね。今のシステムには少し合ってないんですけど、まあみんなが好きな人いっぱいいると思うんでね。確かに。はい、指導来て、ここはゾウまで返しますか。これ悪魔のタロット僕結局1枚しか採用しないんですけど、うん、やっぱこういう指導に弱いのってのあるし、しかも最近天変地異、天変地異ですね、はい、指導に弱いってのもあるし、うん、まあ、それは 元からだったんですけど、うん、まあ、あと HP が高いカードがね、思考の環境になって増えたんで。なるほど。まあそうですね、5っていうステータスは結構5とか6が多いんで、うん、悪魔のタロットはピンでも全然いいかもしれないですね。そうですね、まあ、8コスですからね、他と組み合わせづらいっていうのは結構きついですよね、うん、ただこういう時に欲しいですね、もう1枚悪魔のタロット、うん、これゾーンまで投げても正直美味しくないですよね。うわ、進化来そう。来そうですね。ここもゾーンまでしょ。いや、もうゾーンましかないでしょ。おさあ、まあでもちょっと AOE がもうちょい欲しい気もしますけどね、正直。リクシャあるんで、まあジャガメだったりあればいいんですけど、グシャジャガメ入れるぐらいなら悪魔のタロット入れた方がいいのかもしれないですけど、どうなんですかね。結局対応力が違うんですけど、なかなか。いや、てかあれって魔術師のタロットもう少し入れてもいいじゃないですか、もう一枚。ああ、なるほど。なんか上振れ狙うんだったら、うん、進化の秘宝で。あ、ちょ、進化の秘宝してこない、使えないですね。光の弾は一応打ちましたね。あ、そうか、光の弾打ったのか。はい、ここで引きたいのはジャガーメイシ。愚者でオール1にできるんで、太陽のタロットでも強いよ。いや、もうあれっすよ、こいつ強いっすよ、このムツデヘビ。そうっすね、はい、ムツデヘビ出していいんじゃないですか。とりあえずってか、こいついらないでしょ、まだドローン見ませんか。ああ、ドローンか、確かに。そうっすね、だとしたらオーレンじゃないですか、とりあえず。でも88顔面、結局愚者打つんでしょ。そうっすね。あ、でもそうか、あれか、仁王立ち持ってるのか。はい、あ、じゃあそこだな。ここでジャガメ見れればでかい。うん、おお、強いね。でもまあここで、まあ、とりあえず愚者は6つでかな。そうっすね、5顔面入れて、はい、愚者下で6つでテンションですね。はい、強いな、愚者。強いね。ピン刺しがでもちょうどいい感ありますけど、うん、強いですね。でこれでもうだって相手、でもあいつがいるのか、10コスのゼルドラドね。ゼルドラドどうなんですかね、採用率。いや、ゼルドラド入ってくると思いますよ。うん、でも入ってきたとしても、2体で当たんないと取れないプラスゾーマは絶対死なないんで、うん、ゾーマを倒せないって考えるとやり得な感じはしないですね。そうですね、サイレス、それは強い。それで4点が治って44になって、はい、41か。え、体力は多分治んねえんだ。なんで、どういうシステム、なんだろうね、謎だよね。どういうシステム。いや、なんかな、あれなんですよ、あのバロンナイト、バロンナイトいるじゃないですか。あ、そうですね、バロンナイトも1増えたまま。確かに、バロンナイト倒しても1増えるんで。確かに、そうですね。ちっちゃいのがいっぱい並びますね。でも体温たると狙いに行きましょう。そうですね、ミレイユもまだ1枚ありますよね。はい、あとミレイユもいるんで。さあ、じゃあ太陽のタロット狙っていきますか。狙いましょう。ここ引けたら美味しいですね。そうね、まあ見れるでももう一回見れるんでワンチャンス。うん、風の導き、どうしよっか。とりあえず見れる打ちますよ。え、風の導きで 見るんじゃない。まずだって見れるから太陽のタロット使えるのか。そうなんです、使えるか。で、見れるだ。じゃあ見れるだ。これ裏っすかね。裏でいいんじゃない。そうですね、はい、太陽欲しいよこれマジで。5分の1よ。みんな頑張って。まあ、みあ、ジャガメか。ジャガメっすね。え、ジャガメじゃない、導きでいいんじゃないここは。だってこれジャガメ打てないですよね。ジャガメ1-1になっちゃうんですよ。風の導きだったら、ね、あ、そうか、結局1枚しか使えないのか。風の導き、あ、そうか、そう
やばい。あ、ミスター。ミスってますね。早くゾーンまで攻撃して。早くゾーンまで攻撃して。いや、まずゾーンまで攻撃からっすよ。そうっすね。やばい。多分今の風の導き1コストのやつ使ってハグレメタルで取って、それもゾーンまで取りだと思いますね。これやらかした。え、でもまあなさそうじゃない。進化の票打てないし。そうっすね。はい。ただもうリーサルだったっすね。あ、勝ちましたね。あぶねー。あぶねー。あぶねー。考えること多いな、これ。いや、マジで多い。難しいっすよね。難しいっすね。長いんすよ、ほんと。長い、しかも長いですね。まあ、はい、というわけで、今日は、はい、コントロールミネアをご紹介させていただいたと。うん、はい、かなり、まあ、ピサロ絶対、てか、ほぼほぼ勝てますよ。なるほど。コントロールはもう、絶対取れるんで。あと、アグロにちょっと強くね、もっと改良してっていう感じはあります。なるほど。はい、はい、毎日ライバルズの動画を上げてますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは、また次回の動画でお会いしましょう。はい、またねー。